相模線で、新型車両 E131 系の営業運転が始まりました。神奈川県の茅ヶ崎から橋本を結ぶ JR 相模線に、1991年以来約30年ぶりとなる新型車両 E131 系500番台が、今日18日、導入されました。一番列車は、茅ヶ崎駅16時34分発の橋本駅行きとなりました。 E131 系は JR 東日本がワンマン運転対応の一般型直流電車として開発した車両で今年3月に千葉県房総地区で初めて投入され今回の相模線が2例目の投入となっており来年春には日光線宇都宮線に導入されます相模線 E131 系は従来車両と同様に半自動ドアスイッチ付きの4両編成で これまで運行されていた205系より1編成少ない全12編成合計48両が2021年度中に導入されます座席幅拡大低座面化のクッション性を向上させたロングシートが備えられていますまたワンマン機器を搭載しており運転士のみのワンマン運転が可能となっています車両全面デザインは 湘南の海とダイナミックな波の水しぶきを水玉模様で表現しています。相模線初の LED 行き先表示器や LCD 車内案内表示装置などが搭載され、八王子行きの行き先表示では横浜線のナンバリング表示にも対応しています。朝夕の横浜線八王子駅のリーれ運用も継続されるということです。JR 東日本によると、 これまで運行されていた205系500番台は2021年度中に全列車が引退するということです。これで11月18日の KAB ニュースを終わります。